東北師範大学は中華人民共和国吉林省朝春市南管区にある国家教育部直属の211校庭による重点大学の一つ。1946年の設立当初は東北大学と称し中国共産党が東北地方に設立した最も重要な総合大学で本部キャンパスのほかに上月キャンパスがある。1946年に 東北大学という名称で、下きここに創設される。1946年、沿岸大学や河北連合大学から100名余りの教員が東北大学に参加し、1948年に吉林大学が合流、さらに1949年には国立長春大学、国立東北大学などが次々と合流し、東北大学は長春へ移転した。 1950年4月、中華人民共和国の教育を発展させるため、東北人民政府は公明をわかりやすくするためとして、公明を東北市販大学と改めた。その後、1958年に公明は吉林市販大学と変更されたが、1980年に再び東北市販大学に戻された。1948年に、 長春に移った当初、当時の東北大学の校長だったのは、有名な将軍、長学寮の弟である、長学部おもであった。このほか、教育課の長女心、聖、我、帝広志川なども東北市藩大学の前進校で、校長や副校長を務めたことがある。1971年7月から1977年9月まで、文化大革命の影響を受け、 大学は業務を停止していた。再開後、最初の校長を務めたのは、リュウヒカリであった。1998年からは、市安市中が、2012年からは、リュウマスハルが校長である。1995年以来、211校庭に位置づけられ、重点的に拡充が進められる大学となっている。東北市販大学は、当初から211校庭において、 重点的に建設する市販大学と定められており、中国全土で56校の設立認可が下りた大学院が重点化された大学の一つである。24,567人の在校生がおり、1,472名の教員が、22学院、59専攻、151種の修士号、111の博士号、34種の一級修士号、 22種の一級博士号、博士家庭修了者の科学研究流動拠点12、教育博士の専門職博士号、17種の専門職修士号、国家レベルの重点学科5箇所211工程による重点学科建設項目8項目、吉林省が12号プロジェクトにより定める一級の優位性を特色とする重点学科21箇所、 などを担当している。現在、大学には2つの図書館があり、合わせて約326万冊の蔵書がある。東北主犯大学には中国科学院の会員1名、第三世界科学院の会員1名、教育部による超古研究者の特別招聘の教授4名、客員教授1名、中国科学院の100人計画に選ばれた教授3人、教育部の 世紀をまたぐ、新世紀の優秀な人材計画に選ばれた教員25人、国家級教学名士2人などがいる。2004年、国務院は東北市販大学に全国就業先進職場を授与した。このほか東北市販大学は何度も教育部の賞を獲得している。このほか、東北市販大学には、付属中学校、付属実験学校、付属小学校、 付属幼児学園がある。現在の東北市販大学の交渉のデザインは、かつての交渉の図案にあった、ペン先、五星、書籍などを再構成したものである。交渉の底部に見える三重の破線は、方画を示すもので、小中学校における教育を象徴しており、大学の設立趣旨である、初等教育への貢献を具現化したものである。集団の開かれた書籍は、 知識と文化の教育と伝承を象徴し、その V 字の形は英文のビクトリーも偶意している。上段の上向きのペン先は教育事業の発展、新種の精神を象徴している。色調は愛と白の組み合わせをとっているが、藍色は世界の本源と希望、無限、理想、永久などを偶意し、白は純潔、交渉を象徴している。 現在の吉林大学の前身の一つは、1946年に東北行政学院としてハルビンで設立され、1958年に吉林大学と改称した旧吉林大学であるが、ここで言及しているのは、吉林市で1946年4月に吉林大学として設立され、短期間だけ存在した大学のことである。AB、講師解雇。 東北市範大学。2013年9月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年7月11日閲覧。長女心、首ひさげ、毛沢東わあずま同志的思想的理論工作者。yuwei.net、e。2012年7月11日閲覧。1958年東北市範大学歴史事件。東北市範大学。 2012年7月11日閲覧。東北市販大学関助。新加盟。2012年7月11日閲覧。東北市販大学。中国国際放送局。チャイナラジオインターナショナル。CRI。2012年7月11日閲覧。宮城教育大学から海外への留学東北市販。大学。宮城教育大学。 2012年7月11日閲覧。東北市半大学訪問報告レポート。岡山大学。2012年7月11日閲覧。ありがとうございます。